セレテリ駅は、ジョージアのトビリシ地下鉄サブルタロー線の駅である。駅前広場第二駅と、技術大学駅の間に位置する。1979年9月に開業。建築家のエムカチタゼが設計し、建設会社、トビルカラクプロエクティが施行した。校内は、黒い大理石を基調とした内蔵であった。開業当時の駅名は、セレテリ通り駅であった。これは、 駅の唯一の出入り口が、セレテリ通りに面していたことに由来する。なお、セレテリ通りは、ロシア帝国時代のジョージアの詩人赤キセツェレテリに、ちなんで名付けられたものである。この駅は2006年に改築され、内装が大きく変更された。駅は、近代的基準に基づいて整備され、映像スクリーンが導入された。黒い大理石の一部は、青いタイルに置き換えられた。 プラットフォームの奥の壁面には、ロシア帝国時代のジョージアの詩人赤キツエルテリーの頭部のオブジェが飾られている。出入り口は1カ所であり、乗降客はジョージア銀行のサービスを利用することができる。ありがとうございます。